ファイナーズです。今回紹介するのはレゴマインクラフトの歪んだ森21168です。部品の袋は3つでパーツは287個、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。キャラクタースキン、ハントレスです。女性ハンターって感じですかね。頭、それから上半身が新パーツになってます。で、後ろなんですけど髪が連続してるようになってますよね。これもうセット感が出てていいんじゃないかなと思いました。で、上半身のところなんですけど、ここにゴールドが使われてますね。バックルのところですね。で、下ですけど金のレギンス、ブーツを履いてます。これもね、なかなか綺麗だなと思いました。で、手には鉄のツルハシを持ってます。続いてピグリンです。2体ついてるんですね。これはいいですね。頭パーツすごくよくできてると思います。それから金のチェストプレートが2つもついてますし、金の剣も2つあります。2体の違いは足パーツが金か茶色かの違いになってますね。はい、上半身パーツこんな感じになってます。バックルの金が綺麗ですよね。頭パーツ、それから上半身ともに新パーツですね。で、やっぱりピグリンがついてるからだと思うんですけど、金装備がすごいですよね。さっきも言いましたけど、あの金のチェストプレートが2つついてるっていうのは本当にすごいセットだなと思いました。まあ欲を言えば、このスキンにね、金のヘルメットがついてれば本当に最高だったかなと思います。次にホグリンです。ホグリンはあのちょっとね、愛嬌のある感じしますけど、この目のプリント、それっぽさが出てていいなと思いました。ただ色味が個人的にはもうちょっとピンクがかっててもいいんじゃないかなと思いましたね。この胴体の色がこの角の色でも良かったんじゃないかなと思います。で、ホグリン背中にこうなんていうか毛みたいなね、黒いやつがベベベって出てますけど、それは多分このパーツでイメージしてるんだと思いますね。さらにこのパーツ、実はトリガーになってて、こうやってね、動かすことができるようになってるんですね。これはよくできてますよね。そして上形セット、歪んだ森です。これはよくできてるなと思いました。真ん中にこう大きなね、マグマのエリアがあって、この焦げ茶色のやつはおそらくソウルサンドでしょう。で、この白いのはあの化石じゃないかなと思うんですけど、まあ、この辺ナイリウムとかあるんですけど、まあざっくり右側の方が通常の、ネザー空間で、左に行くに従って歪んだ森感がね、すごく強くなるというような感じがしますよね。この移り変わりがすごくよくできてるんじゃないかなと思いました。はい、では右側の方から見ていきましょう。さっきも言いましたけど、この焦げ茶色の部分、これはおそらくソウルサンドイメージしてるんじゃないかなと思います。で、白いのは骨ブロックだと思いますね。間違えてたらごめんなさい。で、ネザーというとね、火ですけど、今までのセットだと、あのブロックパーツを使ってで、火を再現してたんですけど、今回はこれ使ってるんですよね。
レゴマインクラフトを好きな方だったらご存知の方多いと思うんですけど、これは両サイドに低い日と高い日の、クリアパーツがついてるんですね。で、真ん中にポッチがあって、ここにゾンビとかスケルトンをこうやって立たせれば燃えてるシーンを再現できるというパーツになってます。これをネザーの日として使うっていうのはあんまりてか今までなかったんじゃないかなと思うんですよね。さらにこのパーツが2つもついてますんで、むちゃくちゃ豪華じゃないかなと思います。で、ソウルサンドの上のところ青緑色の、まあおそらく歪んだ内流もイメージしてるんだと思うんですけど、プレートがついてますよね。で、その上にキノコがあります。これ歪んだ金ですね。これもね、細かいところまでよく作られてるなと思いました。で、その隣、条件セットのほぼ中心部分ですけど、ネザらしいですよね。上からマグマがダーッとね、流れてきてるシーンを再現してる部分になります。さっきのこの炎パーツをこの辺に置いてもいいんじゃないかなと思います。こう、燃えてる感がね、よく出ますよね。で、その上の方なんですけど、マグマがこうやってね、置いてあるんですよね。で、後ろを確認すると出っ張りがあります。これを後ろに引っ張ると、こんな感じでマグマを落とすことができます。これ面白いですよね。ネザーの世界ではマグマはすごいスピードで落ちてきますけど、おそらくそれを再現してるんじゃないかなと思います。で、こうやって積まれてる状態ではわかりませんでしたけど、落とすとね、この辺りとかこの辺りにもクリアパーツが使われてるんですよね。まあ、やっぱりクリアパーツが多い方がよりマグマっぽさ出てるんじゃないかなと思いました。あと、このレバーの下側、この部分ですね。ここに、よいしょ、こんな感じのパーツがついてます。おそらくグローストーンじゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。白いところは蓄光パーツではなくて通常の白いパーツですね。ただ、クリアパーツがねたくさん入っててとても綺麗じゃないかなと思いました。まあ2個ついてるっていうのも嬉しいですよね。では左の方見ていきましょう。この辺りがやっぱり一番歪んだ森って感じしますよね。この綺麗なやつですけど、おそらくこれはキノコライトじゃないかなと思います。さっきのね、グローストーンも綺麗でしたけど、これもやっぱりすごく綺麗なパーツになってますよね。ただ欲を言えばもう一段欲しかったかなというところですかね。で、そのキノコライトがついているところの後ろ、紫色のパーツあります。これはおそらく歪んだ幹をイメージしてると思うんですけど、ところどころにピンク色のクリアパーツが入ってます。これがなかなか綺麗だなと思いました。歪んだ幹ってこうね、緑色のツタみたいなのがありますけど、残念ながらそれの再現はできてないと思うんですけど、雰囲気はよく出てるんじゃないかなと思います。で、上の方にはしっかり塊感のあるものがついてますよね。こっち側にもたくさんついてます。この辺長いところはそれっぽさが出てますね。で、こっちの方、上のこの塊の部分をカパッとこうやって取り外せるようになってます。さらに、後ろに TNT が置いてあります。その下、赤いテクニックパーツがありますよね。これがレバーになってます。これを下に押し下げると、はい、こんな感じで幹を倒して塊を飛ばすことができるようになってます。なかなか大きな動きですよね。実はこの赤いレバーの動きと、下のこの紫色の幹の動き、これ全く連動してないんですよね。このレバーを下に押した時に上が飛んでいきましたけど、その反動で幹が倒れるというようなギミックになってます。はい、いかがでしたでしょうか。歪んだ森の雰囲気しっかり出てると思いますし、たくさんいいパーツがついてると思いますんでおすすめです。このセットのパーツ数は287個です。以上、レゴマインクラフトの歪んだ森21168を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。